へいよキャンツムッシュです。今日ね、伺っていくんですけども、先ほどですね、メンテナンスが来まして、レイジのね、バランス調整がついに実装されましたといったところで、範囲がね、狭くなって、効果時間も、短くなった代わりに、エリアダメージと、空にも攻撃できるね、ダメージが出てきましたといったところで、254ダメージ、タワーへのダメージ77といったところで、雪玉とザップと同じですね、ダメージでノックバックなくなったよねって言ったところで、まあ、スケルトン部隊とか、コウモリとかね消すのに使えるのかなといったところでございます。でランバージャックもですね、死亡時のゲージが、それに伴い変わってったんですけど、ランバーバルーンとかからすると結構ね弱体化っていう話も聞いたりしつつで、まあゲージのねこう強みは前は前で今回は今回であるといったところで試していこうかなと思います。ということで、このね、ホグクエイクにぶち込んでね、マイティゲージとかもねやっていきたいんですけど、前はねノックバックあったし、その開発ビルドで触った時ね、でゴブリンが倒せたので、じゃあウッドの代わりでええやんっていう感じだったんですよ。プリンセスとかは倒せないけどね。なんですけど、ちょっと今回ねこのレージを組み込んで、まあ、デリバリーとウッドどっちかなと思った時に、まあ、デリバリーの方がね大事なのかなっていう風に、まあ、スパーキーとか見た時にね思ったので、このレージガードでやっていこうと思います。さあ果たして強いのかどうかですよ。あー怪しいな。どうなんだろう、どこまで万能かだよねこのレージが。いきなりホグレージかけてもいいんだけど、行きましょうかホグで、レージをかけるとまあこんな感じで、溶かすことができますよっていう感じですね。まずスケルトン、一発もねじ込まない。26かな、26ですね。よいしょ。さあここはねとりあえず守ってからの、はい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 、まあ、ホグクエイクかな。はい、からのレージまでいければ強いんだけど、まあまあそんな無理やりね、無理やりレージ使わなくてもいいから、まあ選択肢の一つとしてね、あるといったところですね。まあ、個人的には、まあ、今日で2本目の動画でも一応ね、スパーキーは使おうかなと思ってるんだけど、迫撃出して、まあ、スケだけ出すでしょ。で、一応もう大砲まだ回ってないから、レージ、回ったかこれで。さあ、レージ使うんだけど、一応突破はしてくれるね。ただこの後出しのスケにとっては、って感じですね。まあ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 。バランスは取れてそうだなっていう感覚はある。さあこれで迫撃まで出してあげて、これで大砲とかね処理するのに回れたらいいなっていう。迫撃、さあどうだろうこれ。とりあえずマスケ出さないとやばくて、まあ、ファイボとかもありますよね、相手は。さあ、一応、クエイク打つ。ただ、呪文も空いてあるので、ここはね、一旦、落ち着きつつの、デリバリー出す。さあ、ここ。からのレージ。このやっぱ火力っていうか、レージに乗るこの瞬間は強いね。さあそしたら、まあ、あと正直な話呪文削ぎで勝てるので攻めなくても良さそう。レージ使っちゃ、クエイク使ってレージ使ってみたいな。まあそれで考えるとやっぱウッドの方が強い感じあるよな。まあまあマスケも出してあげます。クエイク打つ、レージ使うで、まあそうな、防衛迫撃でも置いとこうか。はい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 。でまあクエイク使ってレージ使っておしまいかな。まあ、クエイクでおしまいか。といったところで、いやーまあまあ空にも当たりますからねレージは。そこが強い。
でもなんか今までで言うザップとか雪玉のところを変える感じになると思うんだけど、ザップ自体はやっぱあのリセット効果が強いんだよね、インフェルノドラゴンとかインフェルノタワーに。そうだからまだちょっとわかんないよね。ただ一つ言えるのが人技系鉄火工場とかそういうデッキに入れるとめちゃめちゃ強い可能性があって、それだな。なので何にでも入る万能呪文って感じではなさそうなのかなっていう気がする。さあケツマスケから始めて、ホバが来ると思うんだよね。なのでまあマイキー出しといてあげてからの、さあこうかな。さあちょっと処理するには至らないけど、さあちょっと痛い、ホグ投げ飛ばしといてあげて。いやこれ待って、ゲージとボイスも違うよな。あここも待って、あれやばい、これがやばい、マジで。前だったらウッドそうだよね、ウッドでなんとかできたんだけど、まあ、今ね結構試しに打ってみたんだけど、防衛面でがそんなだな。しかも小屋か、ちょっと待って、これクエイク使った後相手シル出してく絶対。いやーこれ勝てる相性よな絶対に。でいやーちょっとマイキーで受けて、その前の受けがどちらかというと良くなかったな。ウッドだとでも結構守れてた場面なんだよなマジで。さあクエイク打って、はい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 、うまくね相手なんか。ほっ、なんとかなんとか耐えてくけど残り154がやべえ。いやー一応ホグレージしてみる。デッキがちょっとちげえか、さては。いやー守れねえなー、こういう感じになるもんねー、どうしても。でもマイキーノックバックできる呪文もないし、こっちこのデッキはちょっと違うか、やっぱりローリングットのとこ考えるとレージはオーバーキック感があるよな。これでクエイクとかで、まあレージここでノックバックがあったらねマジで強いんだよね。さあ俺の使い方ってのもあったと思うけど、なるほど、ウッドの代わりだとちょっと違う感すごいな。スパーキーはね正直今日の2本目の動画で試したくて、いやーこのデッキじゃねえな。ウッドデリバリーをワンチャン変えるっていう説もあるんだけど、そうするとでも空に勝てないし難しいな。エリババレージみたいなデッキに入れていくかっていうところもあるんだけど、一回ルイジェで試すか。エレスピンとこ、エレスピンとこ一回変えてみる。これうーわ怪しすぎるな。メガナイトウォールブレイカーのレージ、いやこれだな、変えるならここですね。これの矢の雨タルババだから、まあレージファイボとかかな。これちょっと強そう、うん、これ良さそうですね。やってみましょうか。難しいね、うん、やっぱりゴブリン系処理、いや難しい。ノックバック今回まともにさ意見聞いたじゃん公式が、そのバランス調整カッコカリからしっかり調整してきたみたいな、空に当たんないとかだけでよかったんじゃないかなって思っちゃう自分もいるんだけど、どうなんだろうか。さあ一旦ロイホグ、矢の雨取るねってことはないだろうしな。あーあるんか。ただこれはキング起動してから行きたい。でマイキーでしっかりとつけてってあげて、ここはまだ使わずだな。うん、ここまだ使わずでいいか。
矢野飴。どうしよっかな。2コスだからガンガン打って良さそうな気もするけど、これで出てきたカード見てから決める。ここだ、レイジ。はいはいはい、効果時間は短いけど、その万能性を考えると、まあなんか別にいいんじゃないかなっていう。レイジのね、万能性を上がったねっての考えると、やってほしいけどやりきれない。ファイブを構えとくか。マイキーばかりいこうか。よいしょ、オッケー。はいはいはい、さあそこ守ってきてくれるのは美味しい。爆破、ファイボーで、ここにレージみたいな、ね、防衛かつ攻めのレージ今なるよねっていうところで、まあ使ってたと。こういうデッキの方がなんかシナジーはあるかもしれない。はい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 、別にぶっこれを求めてるわけじゃないんだけど、俺もちょっと物足りなさをね感じるような年頃になってしまった感はあるかも。やっぱでもレイジ自体のこのブースト効果っていうのは強い。圧倒的に。なるほどね。さあグッドゲームといったところで、はい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 、いやこれ今までの既存のレイジデッキが結構嬉しがってる感じもするな。枠がむずい。今までで言うザップとか雪玉だもんね。雪玉のとこって考えると、でもノックバックないし、まあ、高回転バルーンとか、あーワンチャンかな。高回転バルーンのタルババ雪玉みたいな、そういうデッキだと結構いいのかもしんない。サルエフ行きましょう。で、まあ出てきたらあわよくばかけるぐらいでいいかなっていう感じだよね。アイスピウッド大砲、まあザッピーから入りましょうか。さあ新エテで受けて、これでスケブが消せるのが熱い。だからスケブとかが減るよね、まず圧倒的に。よいしょ、これマイキーまで出しちゃいましょう。よいしょ、あー吹き矢までいけねえか。まあ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 いいでしょう。難しいね、レイジ。三重子とか逃げてエリポンブーストとかはワンチャンあるよな。さあゴブ小屋、スケコウモリとかがやっぱ使われなくなる感じはする。でこれでレイジで一応ね、こうやってまあ削りに行くみたいな、まあ、動きとしては使える。まあ結構でも強そうだなとは思う、正直。そう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 、ザッピーで受けてあげて、逆サイ吹き矢受けてないのはちょっと仕方ないけど、エリババレージとかが人気かな。人気クソ強そうじゃない。ケツマイティ、ケツマイティして、だからもうこれ相性的に GG だな。クロスだもんね。しかも謎の、これで加速して、爆破で、でも吹き矢は処理できない。さあこじ開けてからの攻め、相手もめっちゃ勇気。よいしょ、はいはいはい、潜って、まあ、こんな感じでゲージかけて圧が消しつつみたいな。ゲージの差で倒せない、それ。あー無理か。はい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 、まあ吹き矢から来るのもあって、
さあここはね、まあ守れますよと。いやシンプルにデッキも相まって強いで、まあこういうとこにレイジやるとまあとてつもない火力生んでみたいな。物量正義っぽいなこれ。この新エタルフグに関してはめっちゃ強化かもしんねえな。相手としてもなんとしてでもクロスボウにつなげたい。よいしょ、これでレイジで加速させてってあげて、よいしょ。さあここでどうするかだね相手は。はい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 、まあでももう勝ちだな。OK でレジ、なるほどね。まあでも便利にはなったんじゃないかな。コウモリとかも処理できるし、好きな時にこの強化効果使えると考えると、今までそのデッキに入んなかった理由って小回りの効かなさだったんよね。ああ入りました、強い。なるほどね、こういうデッキはちょっと強そうですね。はい、次ちょっとあれしよっか。神技、工場エリババ。工場エリババの、エリババとアチャクイとマジアチさえ入れちゃえば出てきそう。これですね。ウッドザップ、ウッドヒースピの、ま、これかな。これの、ザップを例示。ザップが入ってる理由って、なんかインフェ系ノックバック、リセットってよりも、スケブとか、そういうとこに対してのやつだったから、ソラリンに対しての攻撃ね。このデッキは強そう。さすがに。レイジの効果で、よりゴリ寄せそうだなと思う。結構、今までのレイジの使い方を考えると、今回のレイジって、前の方が強かったって思う方もいると思うんだけど、総合的に見たら絶対強化なんですよ。その、事故が少ないというか、かゆいところに手が届く。で、なおかつそのレイジのブースト時間が短くなったから、ただ打ちゃいいっていうもんじゃなくて、なんだろうな、よりこう丁寧に打たないといけなくなったみたいな感じかなっていう気がします。さあアチャクイサイド変えてもよかったな。こういう防衛で使っても意味ねえもんな。さあ工場出して見てからレイジとかにしよう。これどう、めっちゃいいんじゃない、これ、こういう使い方、これめっちゃ強くね今の。ヤギゴブ飛ぶザップとかと同じダメージだから、でなおかつ、ゴブリン系が、ワンパンでき、ババでワンパンできるようになる。今みたいな使い方が結構やっぱり今回のレイジの強いところで、しかもそのよいしょ、おっと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 、マジアチャ即出しだったねこれ。めっちゃ削られる、そんなことである。さあこれは相手も喜んでる。ここだ。でなおかつ今までみたいなヤギババゲージの使い方もできますよっていう。はい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 、ヒースピでヤギキレ、好き、マジで好き。よいしょ、レージで守れます。はい、こういうとこだよね。だからこういうことができるのがマジで新しいゲージなんですよこれ。ワンチャットでダメか今のじゃない、もう今のがなんか全ての気する正直。さあマジで出してあげて、言うの、よいしょ、そうこれだね。これだなマジで。ただあの556がかゆいんだけど、
どうしよう。待て、間違えた。はっ、あ、危ない危ない、間違えた。やべ、ラッチが開かねえ。助けて誰か。危ない、あ、危ない。許された。はい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 、っていう感じですね。ちょっとまだ事故はあったものの、最初のそのレージみたいなところが良かったから、このデッキ強いっすね。はい、あのね、今回動画撮ってからレージが強いのかどうなのかっていうね、まあ評価を、まあ、タイトルとかにつけようと思ってたんですけど、こういうデッキで使う以上めっちゃ強いと思う。より限定的だとは思うけど、デッキもでも前よりかは確実に使われる幅ってのは増えた。ただ絶対にスパーキーは強い。文句もいなくなったしね。このデッキの弱点がね、マイキーに弱いってとこなんだよね。はい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 、まあ古城馬場で継ぎつつ、なんか読まれてった。はい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 、さあロケット切った後でしょ、結構チャンス。ただめっちゃいい感じに守られてたぞ。なんだこれ相手のデッキ、ディガー削ぎか。やだなそれは。マイティがガチできつい。血友の、そうなるよね、そうなるよね。いやこれ待って、マジで、いやマイキー強ない、マイキーが強いんですけど。はいはい、まあこれはマジアチでぶち抜かせていただく。 OK。レージの使いどころだな。普通のレージでも使わないといけないから結構難しくなったぞ。ロケ削ぎ警戒、さあこれでスケが解かせる、まあみたいなことだよね要は。はい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 、デリバリーがあるけど、チュワーンって回復してダメージゲットつつ、上手レージ。いやーダメか、さあこれはダメージにつながんなさそう。おーなるほどね、それだったら発射食いから始めて、これが強い、これこれ今の今の今の、なおかつそう絶対そういうふうに分かってた。でめっちゃいい蘇生、レージここにかけるみたいな感じだよね。ただみたいな感じ、おお相手もレージ入ってるみたいな感じじゃまた足んなくて、さあここにレージ、どうだ、わけわかんない状態になってる。ロケットかな、これ多分読んでくる。オッケー、ここはもうシンプルなレージ、
や、これもう守れんくない？レイジー、いや強い。さあグッドゲームといったところで、これだね。うん、こういうデッキだ絶対。なるほど、神技専用カードになるって感じかな。はい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 。ということで、1,2,3,4,5,6戦ラストやっておりましょう。で今日もう一個スパーキー動画を撮って出して、であとね、今日ため撮りしてて、実はルイジェイ動画と角狩り動画撮ってて、そう、その動画も出そうかな。そうなんだ。あ、ロイジェイ動画は出さないけど、角狩り動画だけ出します。そう、ため撮りしてたら今日ねレイジってことに気づいて、そう、慌てて動画撮ってる。さあこれは着衣、あ、金器とか、そう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 、フェニックス、なるほど。でもレイジが入ってやっとやっぱ環境が完成した感あるね。いや、このデッキは絶対に流行ると思うな。強いもんだって。トルネか、なるほど。延命、いい。あ、俺のバッテリー、俺のバッテリーがあれしてるけど、めっちゃダメージ入った、ありがとう。陸系のファルチェ、ファルチェフェニックスとかだもんな。でアチェクイにゲージ打つとか、なんかめっちゃクラクラ感すごくない？はい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 、いいよ。マイティー虫取ってあげて、ゴースト、でこの透け読みとかね、そういうのができると強いんだよね。しかもみんな大好きエギババゲージまであるから、これは。で、さあここも守れる。であれかな、墓石とかだよね問題は。まあ爆発すんのかな。はいはいはい、ポイズンマルシュも、これで処理してからの、さあこれは強いぞ。ただ守られていく。オッケー、ここマジックアーチャーで射抜いて GG ですね。なるほど。さあグッドゲームといったところで、このデッキは強い。うん、だからレイジはまた新しくね、こう使えるデッキが増えてきて、ペッカ工場とか、うん、まあこういうデッキかな。なんかペッカ工場はザップが言うて、そのインフェ系とかにさ、めっちゃ使えたりするから、そうなんだけど、神技に関してはインフェ別に大丈夫なんで、これこういう感じが強い。でここにマイティが入って、フェニックスが入るみたいな、フェニックスにしてどっかマイティにするとかね、そういうのが早くかなと思います。ということで、レイジのね参考になればいいかなと思います。個人的にはねこれがめっちゃ強いと思ってたんだけど、これはそんなね、やっぱウッドで良さそうっていう、結論になったので、こういうデッキが入ると思います。以上。